スーパーフェザー級タイガー VS 奥平翔太。第4試合スーパーフェザー級3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。第4試合です。青コーナー、175センチ、60キログラム、ファイトクラブ渋谷チームブル所属、ライズスーパーフェザー級7位、奥平翔太。誘惑の貴公子奥平翔太。赤コーナー、167センチ、59.85キログラム、トライハードジム所属、元 K1 ワールドグランプリスーパーフェザー級王者、タイガー。有根猛虎、虎が目を覚ましました。タイガーです。さあ、これはこの一戦前からこの格闘技界ではベテランのタイガ対する新生奥平翔太、バチバチに試合前からやり合っていました。その二人、今思うところ一体どんな気持ちか。さあ、この試合解説はライト級王者山田康生選手、そしてスーパーフェザー級1位カズマ選手、ライズクイーンフライ級王者小林真奈蔵選手です。お三方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは和真選手、はい、このベテランタイガに対して新世代の奥平です、はい、このマッチメイク、まあ、タイガとしても思うところあるでしょうね。そうですね、まあ、アマエリート VS 元 K1 王者ということで、はい、型にはまった翔太 VS 型にはまらないタイガ選手なんで、どんな戦いになるのかっていうのは、分かんないですよね。はい、まさにその一戦火蓋が切られました。山田康生選手はどんなところに注目しますか。はい、いや、まあ、キャリア差がめちゃくちゃあるんで、はい、まあ、どういった動きで平選手が圧倒するのか、まあ、それをどういった動きでいなしていくかっていう奥平選手のその動き、まあ、そこに僕は今注目してますけど、はい、小林選手、これだけのキャリア差があるというのはなかなかないとは思うんですが。そうですね、そういうキャリアのある選手、実績のある選手を食っていくっていうのが格闘技の、醍醐味だと思います。なるほど。奥平からしますとノーリスク入りたんだと、こういったチャンスはそうそう来るものではないので、確実に勝ちますと、倒して勝ちますと、そう話をしていました。翔太がステップうまく使って下がりながらパンチ狙ってますよね。なるほど。どちらかというと圧力をかけているのはタイガー。巻きすぎるとタイガー選手のスイングのパンチとか怖いんで、はい、うまく散らしながらジャブとかついて行った方がいいですね。タイガーはここ数試合61キロあるいは62キロというところで戦っていましたが、今回は60キロに体重を落としています。対する奥平はこのスーパーフェザー級が自らの階級です。スーパーフェザー級60キロの一戦、山田選手、あまりこうタイガがなかなか出てこないような印象もあるんですが、いかがですか。いや、今は、まあ、まだ様子見やと思うんですけど、はい、でも、まあ、圧力かけていきながら、まあ、ちょっと身長差があるんで、はい、ボディを中心にちょっと組み立てていってるのかなというのはありますけど、ただでも頭下がった時に膝を狙っていく奥平選手の甘さ、はい、もあるんで、ちょっと怖いですね。身長175センチの奥平翔太、対するタイガは167センチです。身長差感じてるのかなっていうのはすごい思いますね。なかなか入れてないんで、はい、第1ラウンド、ここで第1ラウンドが終了しました。
非常に落ち着いた立ち上がり、ただなかなか中に入れなかったというタイガーでしょうか。それぞれの印象を伺いましょう。小林真奈選手はいかがでしょうか。そうですね、タイガー選手が入りたいと思った場所から奥平選手が足を使ってうまく逃げている感じ、その後にカウンターを狙っているというのが結構ちょっと印象的でしたね。カズマ選手はどのように分析しますか。そうですね、まあ、翔太が若干コントロールしているようには見えたんですけど、はい、まだ一手が足りないんで、もう一つ、まあ、避けてパンチ出した後に倒すような攻撃もう一個重ねていきたいですよね。対するタイガ選手はまだボディショット打ちながら距離を測っている状態だったんで、はい、もう一歩踏み込んで大きいのを狙っていいと思いますね。山田光成選手はいかがでしょうか。そうですね、まあ、1ラウンド目が見合うような感じだったんで、2ラウンド目ちょっと展開があるんかなという感じがしますね。この第2ラウンドで動きがあるかどうか、まずは慎重に見ていったという、ジャブから距離を取るというタイガ。タイガ選手プレッシャーちょっと強くなりましたね。半歩ぐらい前に出てますね。この距離だと当たりますよ。右フック、やはりその半歩が大きいわけですね。大きいです。身長差は8センチです。その中で身長がある奥平がまずは第1ラウンドペースを握ったように見えましたが、この第2ラウンドからタイガがその距離を詰め始めています。翔太は先手で左の攻撃出したいですね。ちょっと詰められすぎですね。危ないですよ。あれキャリアとしては大幅にタイガの方があります。じわりとこのように圧力をかけてくる。ボディーフックですね。中にグッと入っていこうというタイガー、圧倒して格の違いを見せるんだと話していました。この第2ラウンドでどのような動きがあるか。やっぱ受け返しはうまいですよね、翔太。アマチュアでだいぶ成績重ねてきてるんで、はい、かわした後に攻撃出すっていうのが早いんで、なかなか入れないですよね、選手。今もしっかりと奥平、右の膝で返していきました。前蹴り、はい、小月。山田選手、だいぶまた奥平の距離になってきたんでしょうか。そうですね、まあ、今ちょっと五分五分かなという感じはするんですけど、まあ、でも奥平選手の返しもいいし、はい、でもそれも見切ってる感もありますね、タイガ選手。そうですか、はい、先ほど奥平の右の三日月がタイガのあばらあたりを捉えたようにも見えました。ジャブで動きを変えてボディー、左フック、タイガのパンチが顔を捉えます。なんとか膝で返そうというところ。タイガ選手かき回した方がいいですね、はい、展開が今ない状態なんで、こうなってくるとショーターがコントロールしてくるんで、もっとどんどん自分からいろいろやっていった方がいいです。ラスト30秒、自体は出ていません、タイガ。ただ圧力は確実にかけているというここまでの展開。まあ、それでも小林選手、やはりタイガ選手のパンチというのは、この圧力、力強さというのは感じますね。そうですね、ちょっとノーモーションのスレーとかがすごい何発か入ってるんで、どういう展開になってくるか楽しみです。前の試合、新田総一郎との試合ではスーパーワンパンチでダウンを1回奪っています、タイガ。ここで第2ラウンド終了です。第2ラウンドも大きな動きというのはないように見えましたが、山田光成選手はいかがでしょうか。まあ、そうですね、はい、タイガ選手がボディから攻めていく組み立て、はい、でもそれに合わす奥田選手っていう感じだったんで、まあ、今ちょっと五分五分かなという感じはしますね、まだ、はい、このボディもしっかりとお腹に当てているわけではなかったようにも見えました。カズマ選手はいかがでしょうか。そうですね、僕も五分五分かなという決め手にまだ両者出してない状態なんですけど、はい、タイガ選手が右フックいいタイミングで入ってきてるんで、3ラウンドもしかしたら、まあ、右フックは当ててくるんじゃないかなという。ショーターもそれに気をつけた方がいいと思います、ね、右フック1個ポイントだと思います。右フック、タイガの右フック、やはり経験値、第2ラウンドでその距離というのは詰んできたか。
真奈蔵選手はこの第3ラウンドどういったところに注目しますか。もうどっちが一発を当てるかっていうのがすごい楽しみです。あ、やはり今の右フック。そうですね、今の右フックポイントだと思います。タイガが出してきました。そして左を伸ばしてきます。この左が危険です。ショートは待っちゃうと右フックの距離になっちゃうんで、はい、そう、あの多分いいですね。あそこはつなぎたきたいですね。蹴りまで行きたいです。奥平左のジャブでコンビネーションにつなげていこうかというところ、取れた。ナイス、ヒザ惜しかったですね。今胸のあたりだったんですけど、ジャブが伸びてきます。二十歳の貴公子奥平か、ここまでキャリア抜群このタイガか。タイガ選手上がってきましたね。さあ残りはおよそ2分。圧倒すると話をしていたタイガ、ただここまで奥平も互角の戦いを見せています。ガード固めて無理に詰めていって捕まえに行く判断ですね、タイガ選手は。後ろ向かないか。しかし山田選手、この奥平の膝もスッとこう伸びてきますよね。そうですね、はい、右のやっぱ面が合うんで、そっちの方が右膝、右の三日月、まあ、1ラウンド目からずっとそれは狙ってるのかなというのがあります。でもそれの距離も潰して今タイガ選手が行ってるという感じですね。さあこの距離はどちらの距離なんだ。タイガ選手が若干いい距離になってきてますね。やはり第3ラウンドは徐々にタイガという、そんな流れになってきたかもしれません。ガードしてパンチをあれ当ててってますよね。あれで距離潰してるんだから、自分の距離にさせてから打ってるんだ。奥平は得意の膝を伸ばす。また膝だ。また膝。小林選手この膝いいですね。そうですね、やっぱ入ってくる人の膝は嫌ですね。すごいいいタイミング出てると思います。さあ残り1分を切っています。左のストレートを伸ばしていくタイガー。奥平もここまで互角の戦い、回り込みながら再び膝か。お互い蹴り出したいですね。タイガーここまでパンチのみになっています。そうですね、ただパンチでここも行くか。右フック。さあ10秒切った。ここ10秒なんでもう最後行きますね。ギアを上げる。膝が飛んでくる。ここで試合終了です。これはどうでしょうか、山田選手。延長でいいんじゃないですか。しんどいと思うけど延長ですね、僕は。カズマ選手はいかがでしょうか。まあ、印象はタイガ選手が押しているように見えたんですが、当ててるのはショータだったんですよね。それをどうレフリーが取るか、ジャッジが取るかっていうのが一つポイントだと思います。割れると思いますよ。真奈選手はいかがでしょうか。いや、私も割れると思いません。どっちを取るかっていう感じだと思います。二十歳の奥平翔太、ただ延長になるとタイガ選手有利かもしれないですね、今の展開からすると。26歳、格闘技キャリアは何倍も上というタイガ。それでは集計をお知らせいたします。さあ判定です。30対28、青奥平、奥平日票です。クリンプで取ったジャッジ小川、30対29、赤タイガー。今度はタイガー割れますね。割れますね。ジャッジ豊永、30対30、ドロー。やはり苦戦でした。皆さんがおっしゃる通り、やはりね、現役チャンピオン1位、この上位を経験している皆さんだからこそ、さすがですね。これきついですよ、翔太。これはきつい。きついですか。戦い方ちょっと変えないと、タイガ選手今のまま3ラウンドのまま来ると思うんですよ、ガード固めて、はい、今のままだと取られますね。まさにこの一戦のキーワードはタイマン一騎打ちと。タイガ選手出てきますよ、これが。伊藤代表も話をしていましたが、まさに視力を尽くしての
あと残り3分ということになります。さあ同点のままエクストララウンド残り1ラウンドです。ここでタイガの右のフック前手でプレッシャーをかけています。ここで蹴り出してきましたね。やっぱ蹴った方がいいですね。そうですか、蹴った方がいいですね。ここまでタイガはずっとパンチでしたからね。膝伸びてくる。おそらく山田選手先ほどのポイントはやっぱりこの膝でクリーンヒットっていうところでしょうね。まあそうですね、膝三日月だと思いますね。やっぱ北とか合わせてたんで奥平選手はうまく、そこを続けていくか。さあこの第3ラウンド、やっぱタイガ選手狙ってますね。相手が避けて起き上がってくるのを多分打ちたいんでしょうね。ジャブでもずらしてるんですよ。なるほど。ストレート伸びてきた。ここからはもう気持ちいいっすね。気持ちいいっすね。絶対お互いきついと思う。ガシが伸びてきます。おっとぐらついたか、ぐらついたか、揺れてきた。タイガが牙を抜いた。奥平耐えられるか。右ステップ、左刺していく。ここはどうだ、コーナーに追い詰める。今度は膝、この距離入ったらもうタイガ選手の方がやっぱ体も強いし圧力も強いんで、はい、ちょっと厳しいですね。やっぱあの入っていくタイミングで何か合わせたいですね奥平選手は。あ、左ストレート来ましたね今の。顔面捉えた。ただまだ立っています奥平。ロープ背負いたくないですね。しかし右道がないか。起き上がってくるところ。タイガとしては圧倒したい。いや冷静ですよやっぱタイガ選手。まさにタイマン一騎打ち。しかし奥平倒れない。もっと来いよというタイガ。新世代を潰しに行くか。左ストレート、タイガが走りに行く。奥平選手気持ち入ってますね。しかし奥平倒れない。奥平倒れません。もう時間がない。試合終了です。いい勝負でしたね、はい、もう山田選手も、ね、延長になると激闘型ですけど、はい、奥平選手もこう倒れませんでしたね。いやもう根性を見せましたね、はいはい。まあ、ただでもやっぱあの延長入ってからのやっぱ そこはキャリア差が出たんかなっていうのは、はい、見てて感じましたね。カズマ選手いかがでしょうか。そうですね、やっぱタイガ選手うまいですね。やっぱ弱点で試合中に見つけた弱点をしっかり延長ラウンドで攻めていったなっていうのは印象に残りました。10対9赤タイガ、ジャッジ小川、10対9赤タイガ、ジャッジ豊永、10対9赤タイガ、以上3対0の判定をもちまして勝者タイガウィル、タイガタイガが3対0勝ちました。延長判定勝利ということになりました。これでタイガは2連勝です。それでも小林真奈選手、奥平選手も粘りました。いやそうですね、最終ラウンドまであの延長まで持ってきたっていうのはやっぱり今日見てた方々もすごい心つかまれた試合だったと思います。20歳の奥平がなんとかタイガに食らいついていこうというそんな最初の3分3ラウンド、延長ではタイガに軍配が上がりましたが、それでも20歳の若武者素晴らしい試合を見せてくれました。逆にタイガ
としてはどうですか、カズマさん。そうですね、ちょっと印象としてはどうですかね。倒したかったところでしょうけど、うん、それ以上に翔太がうまく立ち回ってたなっていうので、自分の戦い方ができなかったんだなっていうのは思いますね。なるほど。山田光成選手はいかがでしょうか。はい、そうですね、奥平選手の今後がめちゃくちゃ楽しみな一戦やったし、はい、まあ、タイガ選手のやっぱうまさも光ったかなというのを感じましたね。新世代か、それともキャリアのあるタイガかというところだったんですが、ここはタイガに軍配、タイガが延長ラウンドを制しています。